そうだからドイツサッカーでうまくいくのは、ドイツサッカー振り直さないの、基本的にあんまり。あの今の今だとあれだけど、昔だとよりしそうね。だから、同サイド圧縮の,あの強度の高い守備してると、そこからのカウンターとかでいけるんだけど、それをねあの、えーと、ナーゲルスマンだったりとか、バ、まあ、イオルの選手とかは、まあ、あんだけ強度高く同サイドにはめてくるんだったら、逆サイド振っちゃえばいいでしょって。そこでの,あの技術の高さとフィジカの高さだったら、まあ、質で勝てるから。 それをもう一回やられちゃってるけど、ドイツであんだけ中あの、えー、小さいクラブを、えー、昇格させたとか、中堅クラブ強くしたっていう、そこだけ切り取られてるから、家庭とか中身を見てないから、まあ今みたいな状況になるんですよね。これ後出しなく、ラングニックが就任してる時から言ってるから。だからこれでも、今言ったみたいに、それでもこれで行くんだで、サッカー界で、とり特に今のプレミアでね。 あのいい選手集められて、いい監督集められて、引き出し多い人たちと戦う中で、それでもいける、それでも強くなるユナイテッドになるんだったら、まあ、僕が自分のセオリーの中から外れた1個の新しい勉強したと思います。デンベレが変わったみたいな、<laughs> こんなことあるんだっていうね。でそのレベルです。デンベレが変わったっていうのをみんなもうほとんどの人が諦めたでしょ。チャビー以外、みんな諦めてたぐらいだと思うんですけど、そのぐらいの感じです。ラングニックでうまくいくっていうの。みんなで え、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととか、いろいろね、深いところを知りたい人は、え、コメント欄とか概要欄から、レオザ学園に入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。